今ね初めて、iPhone11 でプロで、動画撮影してます。これクロップがね、動画だとインカメ結構、狭くなるんですね。はい、これ1倍、通常モードですね。でこれが広角、だいぶいいですね。はい、今ね車の室内撮りしてます。これね通常の画角なんですけど、ほら広角であればこんなにね広く映るんですね。いや、やっぱこれね車のレビューする人はね、これ iPhone11 非常にいいと思います。しかもね結構ほら暗証、これ足元なんかこれもほとんどね真っ暗なんですよね。昼間でも真っ暗なんですけど、結構暗いところも、映ります。はい、今ね、こちら iPhone 11 Pro で撮影しております。今これ手ブレ補正どんな感じでしょうね。音声の方も、なかなかよく撮れてるんじゃないでしょうか。ちょっと早歩きしてみますね。はい、で今回のね iPhone11 からなんとこの超広角、今これ超広角ですね。画質というかね、幅が広くなりましたよね。これが通常の広角で、これが超広角。超広角の方はね手ブレ補正、よりいいんじゃないですかね。普通のカメラでもね、手ブレ補正がついてないので、もう超広角はなぜか手ブレがそんなに広く映らないという感じですね。でこれ2倍ですよ。2倍から超広角、2倍から超広角すごいですね。お、なんか井戸発見。井戸ちゃうな、これなんでしょうね。はい、こちら今インカメです。なんかね画質良くなってますよね、インカメね。でなぜかなんかちょっとね美肌モードというかね、なんかちょっとキャノンっぽいね映りしてますよね。これ今インカメね、今日はちょっと曇りでね、そんなに明るくないんですけど、結構ねこの iPhone のカメラって明るくなりましたよね。画質がすごい良くなったような気がします。手ブレ補正もどうでしょうかね。どうでしょうかねって言ってすぐ噛むんでね。はい、今のね、一瞬でしたが、スローモーションでした。スローモーションもね、なんかすごく映りが良くなってるような気がしますね。午後の日、岡本太郎のね、作品があります。無駄に広角したくなるな。はい、今ね、夜です。ここもうね全然ね光がないんですけど、iPhone のね、ナイトモードということでどんな感じでしょうか。これ結構明るく映ってる。ほとんどね今街灯はねないところを歩いてるんですけど、映りの方はどうでしょうか。今ここちょっと明るくなってきたかな。ほらこんな感じ、こんな感じね。だんだん暗いとこ行きます。結構ノイズとかあるんじゃないですかね。これでなかったらすごいな、iPhone。ちなみにこれ今、アウトカメラです。はい、今これね、インカメラです。インカメラは結構、これ今初めて液晶見るんですけど、ちょっと暗いかな。これだとあんま使えない映像になりますかね。でもノイズ少なそう。ほら、これ今、明るいところに来たらね、まあこれぐらいはいけそうですね。
はい、久しぶりにね、こんな感じで、車以外のね動画なんですけど、今日は、こんな感じで iPhone11 の、Pro の動画の感じを、ちょっとレビューということでした。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、iPhone11 のカメラを試してみたでした。じゃあね、ボーイ。